おねり祭りは、長野県飯田市で行われる祭り。諏訪大社のお柱祭りと同じ虎と猿の年の3月下旬に開催される。名称は、御し都行を行うときに行列が練り歩くことから。お柱祭りは、諏訪大社の式年大祭として有名だが、飯田市にある諏訪神社、外県大宮諏訪神社では御しを担ぐ祭りが行われている。 おねり祭りはこれに合わせて行われるもので、大宮諏訪神社の祭りと直接関係するものではなく、お柱祭りと比較して知名度は低い。しかし、地元にとっては大きな祭りであり、飯田、下稲出身の人間が一堂に集う機会の一つである。現在、おねり祭りは、外県大宮諏訪神社と飯田商工会議所を中心とした、放散会の主催で開催されている。 いつ頃から始まったかは定かではないが、聖徳五年の羊満水の時、野底川の氾濫によって、飯田の町に濁流が流れ込まんとした時、大宮諏訪神社の竜神様に祈ったところ、濁流は流れを変え町は大きな災害を免れた。飯田上場氏も、そのご利益を称え教法四年に町を挙げて、盛大に奉納することになったと伝えられている。おねり祭りには、毎回、飯田、 シモの数十の団体が参加する。出し物としては、シシマイアは大古などが挙げられるが、メインのイベントは東の地区の東の王子市と京南地区、本町三丁目の大名行列である。東の王子市のシシ頭は日本で最も大きいと言われており、ホロをつけた頭の重さは3 0ラムにもなる。胴体は木枠に車がついたものに、布が被せられ、中には、 数人中数人の楽団員が入って演奏をする。獅子を連れる役もいる。獅子舞は書紋をし、祝儀を出すスポンサーの店の前などを中心に舞を行う。獅子頭を持つ役は大変ハードで、一回の舞中に何回か持ち手を入れ替える。近年は外国人による参加も見られるようになった。ありがとうございます。